こんばんは。こんばんは。ちょっとすっぴんで申し訳ない。こんばんは。こんばんは。広島ただいま帰ってきました。昨日始発だったんだけどさ、もうぐっすり寝とって、もうほんまにすぐ着いたよ。今日も帰ってきて、その時も結構寝てたからすぐ着いちゃった。あれ？もう着いた。寝れない時はさ、すっごい遅く感じるけど、寝れた時は、あやとりは計画的にね、失敗したんじゃないんですよ。衣装が、ベルトがついてて、ベルトっていうか、カチカチっていう、プラスチックの、こう、なんていう、ピチってなるやつがね、2個ついてるんですね、服に。そう、それが、すごいフラフープを回しにくくて、でもそれでもね、練習の時は、できてたんですけど でも本番はちょっと緊張しちゃって、そう、あとでも多分普通のお洋服だったら、走るのはよく失敗するんですけど、走んなかったら絶対に心配はしないと思うけど、ちょっとあの服でもね、絶対できるようにちょっと頑張ります。昨日初めてあの服で回したのでね、結果完璧でしたが よかったです。それは花垂れの衣装とかも絶対回せないので、今回の衣装がまあなんとかできるみたいな。でもいつもね、フラフープを フラフープはなんか何も気にせずに回せるから、こう手に集中できるんですけど、昨日は服に集中しすぎて手がもう、あ、もう分かんなくなって、緊張もあって大失敗だったけど みんな笑ってくれてたからよかった。で、爆笑してくれてたから よかったし、そう、本当にね、誰が選ばれるか分かんなかったから、ちょっとびっくりしたんやけど、ね、大爆笑してくれてたよね。あ、まあいいです。印象の心配だったから一緒に。そう、誰が選ばれるか分からんってずっとメンバー言われてて、みんなそれぞれ本当に分かんなくて、本番まで。スタジオ盛り上がって、それはよかったです メンバー以外の前でなんか、メンバーの前でもちょっと恥ずかしい特技を いろんな方々の前でやったのは本当にね、ちょっと恥ずかしかったですけど、全てを出し切って頑張りました。失敗してもへこんでなかった。へこまないんです。
で失敗した時のことも考えてたからやっぱ緊張しいだし、ちょっと衣装がねどうしても難しそうだったので、失敗しても、まあ、それはそれで面白いんじゃないぐらいの気持ちで、もし選ばれた時はねそう考えてました。そう、ほうき本当はね花が作れるんですよ。ももあやとり持ってくればよかったね。でもまあまた次の時のお楽しみに、あの花を作ろうと思ってて、でも花ってすごい時間かかっちゃうから、あの早いのにしようと思って、それがほうきでほうきを作ろうとしたんだけど、ちょっとねあとちょっとってところで思いっきり失敗しました。そう、みんなねみんなできたと思ってくれてたんだけどできてませんでした。お花もはちょっと難しいけど今できるようになりました。こんばんは。でもなんかおう、まだあるのか、ありがとう。グラフーパイでお腹ね、お腹空いてる時じゃないと無理だな。前髪は、前髪はもしかしたらいい時はできるかもしれないけど、そう、あの時間帯にテレビに出るっていうのがすごいね、なんかびっくりしました、自分でも。でもなんか始発で、あの農業の農業省のやつに参加させてもらってたので、夜は眠くて本当に寝そうになって、そう、本当に寝るって思うぐらい目がもう今にでも寝ますみたいな顔をしてて、シシトウ好きです。そうなの、生放送中は眠くない、あれですね、眠くない、そう、馬路村のね、馬路村農業組合の方々が受賞されてて、そう、受賞されてて、そこの MC に参加したんですけど、もうめちゃめちゃ面白い方で、しかも本当に好きなんよ、ゆずサイダー。ごっくんの、そう、ところのごっくん馬路村は結構みんな知っとるかな、本当にね高知の人はもう誰もが知ってるぐらい有名で美味しいジュースで、本当に県外の人も知ってる人も多いと思うんですけど、山さんとくるくね、すごいけん玉も目で直接
見させていただきました。テレビだよね、見たことあるけど。あ、高知フェアで売ってるんだ。そう、ゆずサイダー悟空まじむらがみんな知ってるかなって思うんですけど、ゆずサイダーもめっちゃ美味しくて、あとポン酢も、ポン酢は広島にも売ってる、スーパーとかで全然。まじむらのゆずポン酢めっちゃ美味しいです。それでしゃぶしゃぶとか食べたらすごい美味しいんよ。馬路村はのね、キャンプしに行った時に行ったことがあるみたい、ママから聞きました。昨日の髪型好きだった。お、嬉しい。しゃぶしゃぶされた人、しゃぶしゃぶされないで。高知いいところだよね。いや、でも可愛い、ありがとう。そう、夜に生放送違和感だったよね、自分がいるの。自分も出れないってずっと思ってたんだけど、18歳になったから出れるらしい。ラゼリズムでもたくさんもちゃんパフォーマンス映ってて嬉しかった、ありがとうね。え、ほんと2日連続も。19歳も、バンザーイバンザーイバンザーイ。昨日の動物にもう見えたもん。3人のとこ最高。そう思うか、黒黒の3人で南さんと愛子じと一緒の歌割りをやってます。友達と女子、そう、そこに映ってます。あとね、ほんとコーチでリリーベート行くね。ぜひ、なんかコーチのねイベントがまたできたらいいんやけど。でも香川今度行かせてもらうので、21日ちょっと近い。フラフープしながら、なんかなんで、いや、わかんない、フラフープしながらでも飲み物も全然飲めると思うよ。写真だともーちゃん隠れて見えないこと多いけど、テレビだとバッチリ映るとこたくさんで。ありがとう。そう、身長が低いから絶対結構隠れちゃうことが多いんよ。え、今日分担祭りしてたの、いいな。お、1ケース頼みました。おお、いいね。香川ではフラフープしながら、うどんも、うどんの汁がどっか行きそう。どっか行きそうだな。足摺り見せてみましょう。いいね。プリンにポン酢かけたことないな。
醤油、食べたことない。裏拳なんか苦い、かけると思う、多分あやとりよりね、多分いけると思う。あ、プリンに醤油に効くわ。食べたことはないけど。こんばんは、こんばんは。プリンにポン酢、ポン酢、美味しそうに食べてたんだね。フラフープしなきゃ、けん玉か、けん玉なんか当たっちゃいそうだね、回してると。でも全然なんか多分いろいろ工夫はできそう。高知と愛媛は追加イベントありそうな気がするけど、どうだ、どうかな。愛媛はありそうだけど、あーごめん、高知瀬戸内ではないから難しいかもね。でも四国だから、なんかイベントがあったらいいなって思ってて、で西国観光大使では高知も入ってるのでね。ラフープしながらお手玉、お手玉か、お手玉を頑張らなければできないんだよね、もう2個しか。泣いて教えてもらった、偉い。昨日手で見ました、小さくて感覚ありがとう。そう、四国公園があるね、明後日に。うー、今月は、今月は予報林の卒業公演もあるね。さんとお話はできてないけど、すごい優しい方でめっちゃお綺麗だった。花だれのコールわかんないんだよね、もうかも。花だれのコールってみんなどうするんやろうね。マイエさんもね、本番前もいけちゃんはって言っとった。いけちゃんはおらんのって、すごいすごいね。そう話してた。私は話してないんです。
ねえ、池ちゃんすごかったもんね、本当に。よし、そう、歌唱力もさ、みんなほんまにすごくて、っていうか本戦に出てるだけですっごいことよ、本当に。みんな、ねえ、2連覇ほんまにすごいし、みんなも本当に頑張った。緊張感やばい。ええだろうね、もう本当に。連覇じゃない、あ、ごめんね。ていうかみんな頑張ってた、本当に。力がない手の力がない。これひなボール余りを食べようと思って。私があんな人が多いとことで歌ったらもう永遠に小鹿のように震えてるよ。みんなすごいよ、ほんと堂々として歌えるのほんまにすごいよ。何回リハーサル、バータリして、で音合わせ2回ぐらいして、その後ランスルーして、なんとかなんとかならないよ、なんとかならない。もう小鹿ほんと。お、 NHK ホールで町村の曲やりました。おお、よっ、嬉しい。もうほんまに美味しいからおすすめです。23時過ぎの総放送に初めて出れました。フラフーパーエトリの成功率はね、普通の服だったら99% 買ってきちゃった。いいね。地元のスーパーに売ってるんだ。いいね。私のとこは 見つからないや。3人のパフォーマンスね、いいよね。もしは難しそう。全集中したらなんとかなってたんですけど、練習した時はね、頑張ります。あの衣装でもできるように。
こんばんは。こんばんは。落ちかけたの、そう、やばいと思って頑張って粘ったんだけど難かったよ。シャートくんのね、オセロみたいだからオセロできそうで、メンバーでもっといるだろうけど人が ね、メンバーも笑ってくれて、キュアルもね、楽しみだね。Sの S の、これ心臓みたいね。心臓全国にもちょっとでもね、見てくれてる人がいたら嬉しいけど、鼓動ドク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 って感じ。新曲はどう略すのかもかも分かんないな、ね、ちょっとに見えるけど、NHK ホール行った。お、ありがとう。あ、リリーベで教えてもらったんだ。昨日も、そう、先生がダンスの心臓のようにって教えてもらって。手の力がないんよね、ものすぐ落としちゃう。リリーベね、またあるから楽しみにしてます。気になる人にぜひね、気になってもらえたら嬉しいね。丸亀にぜひ来てください。待ってます。アザージャケット待ってるよ。そのシングルに月1回しかないので、ぜひ。やれることが難しいよね。全然もうか分かんなかった。お、アザージャケット買った。嬉しい。あれね、絶対メッセージが送れるんですよ。あの、恥ずかしい方はなくても大丈夫なんだけど、それを私が読むので、ぜひお待ちしてます。多分ちょっと大人っぽい感じのやつの写真だと思うので、ぜひぜひ待ってます。
名前とメッセージ迷うよね。3月は直接会える機会多いね。確かにリリーベもあるし公演もあるし直接お話か。悩み中メッセージ2種類考えて申し込んで。おお、ありがとう。私愛をなんかお話し会とかで言うの恥ずかしかったら愛をこう伝えてくれても待ってますよ。4月はそうね、お話し会が結構毎週で結構2日連続あるので結構みんなとはすぐ会える形になると思います。結局無難なのになってしまう。難しいよね本当に、文字数と格闘者でもなんかサイン会とかはそういうアザージャケットみたいにメッセージがねないからよいいよね。 A タイプと B タイプそれぞれ申し込みしてみて。おー、ありがとう、楽しみにしております。もうかも今月にあるね。伝えすぎて、いつでも待ってますよ。そんな仕組みなんで、そんな仕組みなんよ。攻めていいですかね。でも攻めたら読みませんってことになるから、あのその私が決めるとかではなくてね、あれなん、そのこれは読まないでくださいって言われるったら残念だから、読まれるようなものにしてください。前もね、そう何個か読めなかったので、そう、文字数足りない分は「お手紙待ってるね」。おもちゃが言うんだけど、そんな変なのは私も嫌ですよ。純粋に愛を伝えてほしい。愛とか嬉しいこと待ってます。いっぱい疑いニコニコなれるのでね、そっちの方が好きだを連発。全然嬉しい。好きです人から全然いいよ。嬉しい言葉、嬉しい言葉か。なんだろうな、もうためを持って書いてくれた言葉なら全然嬉しいけどな。名前の前に何かつけるのどうなんだろう。でも多分会うそれがもしダメってことになっちゃったら、あのそのお名前だけになると思うから、挑戦はありかも。全然どうなんだ、
な読めないようなメッセージにはならない気がする大体は全然本当に大丈夫だと思うのでご自由に。こんばんは。読まれるんです。なるほど。なんかメッセージにももが心の中で読んで読まないでって書かれてたら読みませんので、もう万が一超恥ずかしいわって思ったらそう書いてください。じゃあ恥ずかしがり屋さんもいると思いますので、あの6周年もお待ちしてます。楽しみ。うん、スタッフさんには読まれるね読まれちゃいますね。たまにいる。うん、シャイな方もいらっしゃるから、それは全然。今日も可愛い、ありがとう。こんばんは。お肌が白く輝いてるありがとう。今日はね、ちょっとメイクできてないけど、四国公演はでもめっちゃ久しぶりではない気もするけど、2月ぶり？いや2月やってない、やってる？どうやっけ？やってるかな。四国そう最近多めで、月に1回はやれてるよね、1月から。四国チャートリーの後にそう、まひなさんの生誕祭で、1月もフクフェスと四国公演で、今月はなんと2回もあります。明日じゃなくて明後日はマイカーと四国で、そう、その釣りも四国が先で、夜が夜があれですね、マイカーでミホリンの卒業公演マイカーとやるの初めてかも。ね、夜も見に行けたらいいなって思ってる。19日、仕事とかがなかってなんか見れるそうな席があったらね、19も一緒だよね、見れそうな席があったら頼んでみようかなって思ってます。ね、そう、ついに結構時が近づいてきてるので実感湧かないね。え、見に行けると嬉しい。え、会場どこだっけ。あー、クアトロ19もクアトロさん見れるところあるのかな。
た相談しよう。お仕事も入らんといいけど、夜に。そうだよ、ファンの方のとこいたら「え？」みたいな、なんかいるって多分思わせちゃうもんね。なんかいるわーってこんまいのがおるわってなると思うのね。でも多分さ、後ろの席に座ったらさ、あの身長低すぎて見えないと思う多分。出るといいな。うん、出たらいいな。しかもお昼は一緒にできるから、それは良かったよね。そう、写真も撮るよ。一緒に踊ることはもう絶対できるので、四国も。こんばんは、こんばんは。こんばんは。今日はね、体が疲れてて、昨日多分相当緊張してたんだろうけど、それでもめっちゃ今日眠くてね、喋り方がトロンってしてるかもしれないんだけど、それはごめんね。リリーベ香川でもーちゃんに行きます。お、待ってます。2期生かのも卒業がちだひらちだほらね。なんかね、寂しいよね。今日もそうですね、昨日はホテルに着いたのが12時半くらい。そうで、昨日は実はアンピーちゃんと一緒でして、部屋がね、まあ、ほぼ夜でも寝るだけなんだけどね。そう、でもすぐ寝てたアンピーちゃん。可愛かった。寝言言ってた。でも私もね、結構すぐ寝ちゃって、すぐ寝ちゃったね私も。どっちが部屋に入るか、あ、お風呂に入るか。あ、でもね、今日がアンピがリリーベだったので、私はその帰るから、もう私はその移動とかで寝れるから、さっき入ってもらって、あとはご飯ももうちょっとね食べてたので、自分でもほぼ寝たのは同じくらいのタイミングです。10分差くらいかな。なんかどっちか、なんか集合時間が早い子が入った方がいいよね。あんまも一緒だったよ。たまに一緒になる、結構あれですね、その時によって違う。
夜中にご飯、だってお腹空いちゃったから、ちょっとあのスープと、スープを飲んでました。あと私はあのイルマくんの最終回を楽しみに生きてたからそう、そうなんだ、そうなんよ。でも私めっちゃ怖いことが昨日からあって、そう今日もその音で起こされたんですけど、あのなんか非通知の電話が昨日から12回ぐらい来とって怖いでしょ。ほんでマジで怖くて、でもずっと気づいてなかったの、一日中仕事があったから電話来てることに気づかんくて、いつも通知もならんようにしてて、で朝の7時十何分ぐらいに音が鳴って、であのアラームをつけるためにオンにしてるから音、それであのオンにして音がそれで起こされたんですよ私電話に起こされて起こってなったらさ、そう非通知の設定をね、もうあのならないようにして、これ以上かかってきたら電話番号を変えようと思ってます。で今までそんな非通知がめっちゃかかってくることとかなかったから、なんか1回ぐらいとかかかってくる、何回もみたいな現象がなくて、今回初めてで怖いんですけど、あそう朝出たんですよ安否の前でなんかもうしつこすぎて出てみて、なんか最初は詐欺とかかなって思って、なんかそういう詐欺とかの電話とかだったらあのすぐ切って切ろうって思って、であのもちろん個人情報とかは全く言わないんですけど、えでも出て黙ってて、私も黙ってて、もう黙ってたらすぐ切れました。何だったんでしょうか、いたずらかな、誰か私の番号を知ってる人の、何だったの、何もないです。そう、すぐ来てるんですよ。いや個人情報は言わないですただなんそういう詐欺なのかどうなのか確認したくてやってみたいんですけど、あ使われてるから確認でそのにかけてくるんかな。まあでもこれ以上かかってきたら、なんかいたずらっぽい匂いがして、そうなんかね、なんか昨日小学校の時にねガラケーだったから、それで私の番号を知ってる人
人がたまたまテレビを見ていたずらでかけてきてるのかなとも思うんですよね。異常だよね、怖いよね普通に。そう、怖いですよね。でもまあもう今のところ来てないので、でも警察行くレベルではないんじゃないか、どうなんだろう。今非通知で簡単にかけれるもんね。フラフープ協会の方は普通にかけてきて普通にかけてきてください。変えるの、変えようかな電話番号。そうマネージャーさんに一応っていうか、まあ、別に関係はないと思うけど、この活動に関しては一応言っときました。なんかめっちゃかかってくるんですけどってそう、今日は朝以外かかってきてないし、しかもちゃんとなんか人が起きてる時間にかけてくるんですよね。めっちゃ夜中の3時とかじゃなくて、だから学生とかがいたずらしてるのかなって思ってるんですけど、マネージャーさんもこれ以上かかってきたら変えた方がいいねみたいな、でもママに言ってなかった。非通知設定にしたけど履歴には来る、言ってるいやママちょっと心配するかなーみたいな、後で言いますね、じゃあこの後に5000円もかかるの焼肉食べれるじゃんやだ、なんで5000円もかかるの、なんか悪いことしてないのに5000円もかかるんだ、つらい、誰だよ。生きていけないもん、5000円もかかって。服1個買えるよ、服2個も買える。もうやだ、今の番号も結構愛着湧いてたんですけど変えないとダメかなめんどくさいなあ、服を例にした方が良かった。でもなんか電話番号小学校の友達ぐらいにしか教えてないんですよね、ほぼ知らない人なのかな、もしかしたら本当に。今後次第、そうなんですよ、今後かかってくるか来ないかですね。怪しいね、もうマジ怖かった、やめてほしい本当に、なんか普通に怖いもうやばい、もうか怖い目に遭ってるわって昨日思いながら寝てました。もしいたずらだったらおこだぞおこだぞ、もうか怖い目に遭わしてフ
57分ありがとう。回数が多い。そうなんよ。一人暮らしとかもう本当昨日アンピがいてくれたからまだ私なんか普通に入れたけど、一人だったら本当に震えてたと思う。よかったアンピがいてくれて。迷惑メールはよく来ますね。モレンジャーさん、だるまありがとう。もう昔返せないわけいかんじゃん。トシさん、コンペートありがとう。ヨシオンさん、コンペートありがとう。横綱さん、リースありがとう。ボルシさん、ありがとう。モレンジャーさん、だるま、ありがとう。13位のてっちゃんありがとう。12位のひでくんありがとう。11位のふみやとマークふふさんありがとう。10位のこうすけさんありがとう。10位のよしおんさんありがとう。8位のマピアノピサありがとう。テレビでパフォーマンス最高だってありがとう。7位のドラゴンさんありがとう。フラフープもパフォーマンス素敵だったよ、見てくれてありがとう。6位のゼタンさんありがとう。改めてもが超かわいい、嬉しい、ありがとう。みゆちゃんありがとう。明日誕生日だからお祝いしてくれたら嬉しい。もちろんお祝いする。あ、明日見れないからってことか。22歳おめでとう、にゃんにゃん。めっちゃすっぴんでごめん、おめでとう。また直接言わせてね。4位のパーさんありがとう。これからももが一番です、なんか伝えたくなった。お、これからもずっと一番で。3位のトシさんありがとう。もうかしか返せないマッキー患者、テレビはもうかしか見てなかった、嬉しい、ありがとう。2位の福ちゃんありがとう。1位の桃太郎侍さんありがとう。ありがとう。スピン大好きだから大丈夫、ほんまによかった、おめでとうございます。みんなおやすみ、もちおやすみ。ありがとう、おやすみなさいね、バイモモ。